えー、皆さん、こんばんは。えー、今日も、えー、日曜日の19時、あなたの一方ラジオの時間でございます。えー、今日はですね、FM 技能案の方からですね、えー、いつもの通り、技能案、FM 技能案さんのから、えー、お届けさせていただいております。あなたの一歩ラジオの時間でございます。さあ、いつもはですね、えー、ゲストをお迎えさせていただいて、で、皆さんに対してお話をさせて <laughs> いただいてるんですけども、 今日はですね、まあ、緊急告知っていうふうなことも合わせてお伝えさせていただきたいなと思うんですけど、まあ、緊急告知っていうよりも、まあ、もう今12月、ね、えっ、ー、と、10日ということで、これから、あの、来年に向けて皆さんもね、準備をされるんじゃないかなとう思うんですけども、まあ、来年に向けて、来年1月1日に向けてっていう方もいらっしゃいますし、えー、そして僕たちのこうね、うーん、なんか宿命鑑定とか、 帝王学の中では、まあ、旧歴、2月の4日からということを軸として考えてますので、だから2月の4日からの実際スタートと、っていうことになるんですけども、あのー、まあ2月の4日から、来年から、どんな、来年をね、どういうふうなスタートを切るのかってことこれ非常にこう大事になってくるわけなんです。で、私はその、まあ、コミュニケーションとか、モチベーションとか、そういうふうな研修っていうのを実際してますけど、<laughs> まあ、もともとね、 モチベーションのこう出し方。これ目標の作り方。とは、そんなことを実際こうしたんですけど、まあ動物占いとか、まあコミュニケーションとかってこう勉強していったりすると、ただなんか動物占いのこう話になっていってで、動物占いを勉強していったら、なんかどうも辻つまが合わないなと。ということで、いろいろいろ勉強していったら、帝王学にたどり着いたと。っていうことなんですけども、まあ今日はね、なんかそんな話をできればなと思ってます。で、まずね、 あのー、まあ、宿命鑑定って話をしましたけど、まあ、これね、こんな感じです。あのー、ちょっと待ってくださいよ。こういうね、感じなんです。あなたがどんな宿命を持って、どういう風に生まれて、来年はどういう風な流れになるのかと、これにちょっと見えますかね。っていうような、そういう風なことをね、えー、こんな、例えばトラブルが起こりやすいよっていうようなこととか、例えばお酒を飲んだりとかね、あの、肝臓とか気をつけてくださいね、とか。 っていうふうに言うんだったら、うーん、あの、ちょっとお酒の量控えようとか、まあそういうふうに考えるじゃないですか。で、まあこの宿命鑑定の前に、まあ大きな流れをね、え皆さんに知っといてもらいたいなと思ってるんですよ。来年、うん、どんな年なのかっていうと、うん、昨日への、立つ、ですね。甲子園の子、昨日へね、に立つは、あの、竜のね、ネイストログ立つ。 なんですけども、まあこれがどういう季節なのかっていうとですね、まあそもそも、帝王学の中では、まあこの今、昨日への竜の話をする前に、ちょっともうちょっと前にちょっと引くと、まあ全体的な流れがどうなっているのかなんですけど、あの、ちょっと難しい話しますね。あの、日本ができたのが、まあできたってもちろんね、 2600年前に、えっ、ー、イからできたんですけども、日本国憲法が定められたのが1947年なんですね。えっ、ー、と、まあ、戦争に負けた後にね、憲法が実際できて、まあ、ここが、あの、憲法、建国ね、えー、が、あの、スタートと、っていうようなことに実際こうなるわけです。で、スタートして、そこから10年一括くりで、こうね、ずーっといろいろこう流れがあるわけです。 流れがあって、まあ、動乱期があったりとか、平和の時期があったりとか、まあ、いろいろそんなことが実際あったりとかね、でしていって、で、そして、今、うんと、まあ、2周目を待ってるわけです。1947年から、まあ、50年、まあ10、10年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 って、まあ、5、10年をね、5回こう回るんですけど、その10年のところの中で、えっ、ー、と、まあ、50年実際経って、今度は今、2周目に入ってる。じゃ二2周目は何なんですか、と。っていうようなことなんですけど、 二週目っていうのは、まあ何なんですかというよりも、うん、あの、何ていうんですかね。二週目の今はどういう期かっていうと、まあ平和期なんですね。平和なタイミングですと。で、えっと、平和な時期っていうのは、平和期っていうのはどういうことかっていうと、まああの、何ですかね、こうしなきゃいけない。えー、こうであらなければいけない。こうであるべきだっていうふうな時代が、まあ、 陰と陽と分かれてる陰の時代なんですけど、それから、えっと、多様性を求められたりとか、まあ、いろんなことを自分でこう考えて、えー、行動したりとか、まあ、そんなことを実際こうやってしていったりするんですよね。で、そういうふうにこうしていくことによって、あの、まあ、自分の可能性であったりとか、まあ、そんなことが実際開けてきたり、まあ、そういうふうなことになっていくわけなんですよ。で、そういうふうになっていくと、まあ、可能性を実際開けて、えー、していったりすると、まあ、今、多様性っていうのは、あの、自分の、 個人で独立するとか、いろんなことをこう勉強してやっていくとか。かそんなことっていうのがこう大事な時代になってます。だから、今、好景気か不況かっていうふうに言うと、今、好景気な実は時代なんですよ。まあ、いろいろコロナとか、うぬんとかあったりしますし、まあ日本がね、その失われた10年ってあったりとかってしますけど、けど、まあそうではなく、まあ今はですね、えー、いい時代だと。 好景気な時代だっていうことを実質覚えておいてください。はい。で、まあ、好景気な時代っていうふうに言ってんのに、この前ね、コロナがあったりとか、まあ、ウクライナの戦争があったりとか、まあ、ガザ地区の戦争があったりとか、まあ、こうやってしていると思うんですよ。えー、じゃあ、それは、あの、平和なのかって言ったら、いや、もちろん平和じゃないですよね。まあ、でも、いつの時代もやっぱり戦争っていうのが実際起きて、<laughs> で、それから、まあ、今年ね、来年どうなっていくのかと、っていうこと。 だったんです。まあ正直言うと、この前のウクライナの戦争とか、まあコロナとか、いやなんかあるよねと、えー、なんか世界的に危ないことがあるよねみたいな、そんな話っていうのを、まあ僕たち界隈の中では言われている話であって、それがコロナかとっていう風になったり、それが戦争かとっていう形にこうなっていったんですけど、まあ今からは実際どうかっていうと、まあさっき言ったみたいに昨日への 立つね。木のへの立つっていうことは、まあこれからいい時代に、ね、なっていくんです。木のへの立つっていうのはどんな字を書くかというと、はい。昨日への立つです。ね。この木のへの立つっていうふうなこの時代はどうかというと、うんと、まあこれからね、えっ、ー、と冬の時代が実際終わって、実は、 ねえうしとらうたつみうまひつじさるとりヌいってね、これ12種ありますけど、これ実は季節にも分かれてるんです。<laughs> で、これを言ったらもうややこしくなりますけど、まあ言いましょうか。ちょっとなんでね。えー、っと、ねえうしとらうたつみうまひつじさいなんですけど、最後のいイ,イのイノシシとねウシこれは実は冬の季節なんですね。まあ、何ですかそれじゃなくて、そうなんだと思っておいてください。で、冬の季節が実際こうね、終わって、 じゃあ次はね、うし、ね、うしや、トラ、タツミですね。ね、うし、ネウシトラ、たつ、み。ね、うトラ、ね、うトラ、う、たつ、みか。ね、うし、トラ、ウタツですね。う、トラ、う、たつね。このトラ、ウタツっていうのが、季節で言ったら、春なんですわかりますで、えー、っと、で、今、ね、うし、トラ、ウタツだから、タツなんで、まあ、春から初夏にかけてっていうようなことになるわけです。 ね。で、そして、えっ、ー、と、この木の絵っていうのは、どんな時代かって言ったら、木、こう、僕、ご身体みたいなね。で、そんなのなので、あの、水とかの時代じゃなくて、これから木。で、想像してください。木が初夏の前って言ったらどうなるかって言ったら、ギュンって伸びていくような、そんなイメージありません ?5 月とか言ったら、新緑の緑。すごいなんかね、息切れしてるでしょもう、まあ、大好きなんです、す僕あの、新緑の緑が。 で大好きなんで、まあまあそうなんでな、大好きなんですけど、まあそのね、まあイメージをしていただいたら、グンとね、伸びていくようなイメージがわかりますでしょうかわかりますよね。まあなので、実は来年、2024年っていうのは、非常にこうね、いい時代になっていくと、っていう形になります。で、あのー、まあそれは、まあどう、 いうことかというと、まあこれからどんどんね、行動していって、扉が開けていってるよと、まあそういうふうな時代になっていると、っていうふうに思っていただければいいと思いますし、あの、立つって竜じゃないですか。グーンとね、登っていくっていうふうなことにも実際こう繋がると思いますし、まあそういうふうにですね、あの、来年はいい時代なんだなと思っていただきたいのが、これ大きく大前提な流れと、っていうことになります。 さあ、そして、それが大前提な、こう、流れになるんですけども、では、じゃあ、あなたの運気はどうなんですかっていう、あなたの流れはどうなんですかってあります。例えば一つ、動物占いで言うなら、動物占いは10年を、えっと、一括りとしてこう考えるので、うーん、なんて言うんですかね。10年の中で、 まあ簡単に言うと分かりやすくと、まあいなさくて思っていただいたら、まあ一つはね、2年間っていうのは開根ね。何を作ろうかなーって言って、こう開根ね、する時期。で、そして開根したら芽植、目をえますね。えっと、苗とかね。ただから発芽するじゃないか、ギュンってで。発芽します。その発芽期。で、発芽する時には、ぐんとね、力がいるので、まああの、相当な力がいるわけです。じゃあ今度はその発芽した後はどうなるのかというと、 発芽したら次には、成長する、するって成長します。その成長期っていうのはどういうことかっていうと、例えばちょっとイメージで考えてくださいね。えー、こうやって冬のね、時代に畑を耕して、で、だいぶ畑が耕ってきたなと、あの、いい土になってきたなと、ってなって芽を植えるわけですね。芽を植えたりすると芽が出てきますね、こうやって。芽が実際出てきました。芽が出てきた後に、 今度は何かって言ったら、台風とか、縁媒とか、縁媒じゃないあの、何天災とか、カラスが食べていったりとか、まあ、あるじゃないですか。えー、っと、雨がめっちゃ降りすぎたりとかね、えー、降らなかったりとか。で、そんな、えー、成長期っていうのは、成長期はだからちょっとね、あんま良くないんですよ。で、その、えー、天災とか、うんぬ干ばつとかを実際乗り越えたらどうなるかって言ったら、花が咲く。 花が咲く開花期っていうのがあります。この開花をしたらどうなるのかというと、その後に花が咲いた後は収穫と。っていうことになりますよね。なんで、まあそういう風にこう考えていただければ、まあいいんじゃないかなと思うんです。だからこういう風に10年の一くくりを2年、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 2年と。っていう風にこうやってやっていってるということなんです。で、そして、うんと、どういうことかと言いますと、まあじゃあその、 あの人によってね、流れが実際違うので、まあそんな流れを、うんと、あなたはどんな流れですかと、知っといた方がいいんじゃないですかと、っていうことになりますね。で、じゃあ今、例えば僕は、まあ僕は、えっと、今、来年から、こうね、開婚期に入っていくんですけど、まあこれから10年のことをちょっと先々のことを考えて、で、ちょっと、えっと、また新しく、まあどういうふうにしようかなって,って考え始めるときみたいな、まあそんな感じのタイミングなんですよ。 そんな感じのタイミングなんですけど、僕はそうですけど、あなたはどうですかとっていうことなんですね。で、あなたはどうですかっていうことをまず知るっていうのが大きなところですし、それと合わせて、まあ、持って生まれた、これが宿命になるんですけど、持って生まれたあなたの宿命ね。例えばこれだったら夏の畑を持ってらっしゃる方が、これが50%あって、ご自身の中で。でそして、えっ、ー、と、このね、秋の 岩石を持ってらっしゃるのがこれ25%あって。で、そして、えっ、ー、と、何ですかこの、残り25%っていうのが、えっ、ー、と、秋の山岳と持ってらっしゃるのが25%あると。まあ、ただね、25%あるだけじゃわかんないですし、これ、あのー、全部をなんで見せないのかっていうふうに言うと、もったいぶってるんじゃなくて、この人の生年月日とここに書いてますけど、これを例えば見て、これ全部実際見られちゃうと、わかる人からすると、 この人ってこんな人だなって分かるんです。で、帝王学って言ったじゃないですか。帝王学って、あのー、この宿命官ってね、帝王学から来てるんですけど、帝王学って何からなのかというと、まあ、昔、まあ中国でもいいですまあ分かりやすく言うと、帝王、国の将軍が国を滅ぼさないために、するためにはどうしたらいいのかと、っていうことを、 勉強するのが、帝王学っていうんですね。帝王が倒れないためにするっていうのが何なのか。これが帝王学って言われるわけなんですよ。まあ、その帝王学なので、えー、っと、まあ、帝王学ってなると、まあ、その人が青年月日が何だっていうことが分かれば、この人はこういう殿様だなと、えー、こういうふうな将軍だなと。で、なんか戦略とかいろいろこう立てられたり、えー、そういうようなことにもなっていったりするんです。だから昔の人はね、 低王学っていうことを学んでる人は、自分の生年月日とかっていうのは誰も伝えなかったと。まあそんな感じになってるんです。ということで、低王学の話をね、今、まあ、今全体の流れを実際話をしてますけど、まあ皆さん、えっ、ー、と、今までここで聞いていただいた方に関してはね、えっ、ー、と、なるほど、こんな流れなんだというふうに思っていただければいいんじゃないかなと思います。OK ですかね。じゃあ一旦ここで CM に入って、また中盤からっていうのは、 えと宿命鑑定とか引用語行から宿命鑑定のところについてお話していこうと思いますでは一旦支援も入りますバイバイなかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへそれは深層筋の強いこりが原因かもしれません北京道首里移住治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります本気で治したいとお考えの方北京道へ是非ご相談くださいめめ、ねね 痛いけど超くファミリーシーサーウエディングシーサー新築誕生日退職のお祝いにもらって送って嬉しいさあなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします美ら海水族館から車で1分シーサー作りも体験できる「マイマイシーサー」でした「マイマイシーサー」で検索働いても働いても時間が足りないあなたへその悩み時間を失う悪習慣が原因かもしれません ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。かけどこまでもアクティングコーポレートソング、スポットライト。 バイローカルコネクト眠りの浅い方眠り草本舗にお任せください沖縄伝統野菜クワンソウ。クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきましたよく寝て翌日すっきり目が覚める詳しくは泣き人眠り草本舗で検索さあ皆さんねお待たせしましたさあ今ですね実はこれ今ラジオね え、収録してるんですけど、ラジオを収録して、あなたの一報ラジオの、えっ、ー、と、今、中盤に実際入ってまいりました。えっ、ー、と、そして、合わせて、今、反対側ですね、えっ、ー、と、インスタライブで実際こうやってやってます。えー、ですので、皆さんね、どうぞお楽しみにお聴きください。さあ、えっ、ー、と、ということで、えっ、ー、と、お伝えさせていただこうと思ってるのは、今ね、宿命鑑定というか、帝王学のことについてお話をしてます。帝王学って何ぞやと、って話なので、 帝王学のことをね、えっ、ー、と、今お伝え、まあ、すでにこう前半してるんですけども、その帝王学っていうのは、まあ言ったら、将軍が、えっ、ー、と、潰れないために、国をね、滅ぼさないためにやってるのが、その、えっ、ー、と、学んだのが帝王学ってこうなります。で、帝王学が、帝王学、まあそうなんですよ。で、その帝王学って、皆さん帝王学あんま聞いたことないかもしれないですけど、帝王っていう言葉で知ってる言葉ってあります 例えば、東海帝王とかね。これはまあ、競馬のね、馬の名前とかですけど、まあ、その東海帝王ではなく、うーんと、他にあるかって言ったら、皆さんね、帝王切開って聞いたことありますか帝王切開。帝王切開ってじゃあ何かとっていうと、何の時に使いますか帝王切開。まあ、よくありますね。例えば、通常分娩普通分娩ではなく、うんちょっと赤ちゃんがお腹大きすぎましたとか、成長しすぎましたとか、 もしくは、例えば、その母体の、えっと、疲労だとかを考え、疲労、んと、弱さっていうこと、弱さじゃないな、その体のことを実際こう考えて、えっ、ー、と、お腹をこうね、裂いてね、で、切り開いて、そして産みましょうと。っていうふうな、今はどうも母体の安全っていうふうなことで、やってるのが帝王切開になるみたいな感じなんですけども、そうではなくて、もともとは帝王 国を潰さないためにするための帝王学で、例えばですよ。皆さん、あのー、まあ、今日、まあ、今日というか、まあ、例えばじゃあ1月、僕30日が誕生日ですけど、1月30日に生まれたら、うん、ちょっと微妙だなと。えー、いろんな星の流れから、えー、良くないなと。っていうふうなのが分かっていたとします。で、例えば1月の28日だったら、 えー、すごい良い,い運命だと、とします。あなたのお子さんが、もし例えば1月の28日が良い,い運命、1月の30日が出産予定日だったとしたら、皆さんはどちらで、皆さんの子供を産みますかいや、体はね、えー、そんな傷つけるもんじゃないと、大事だからと。っていうんで、通常分娩をされる方ももちろんいらっしゃると思いますけど、昔は、その、えっと、やっぱり運命とか宿命ですね。 宿された命、えっ、ー、と、持って生まれた宿された命っていうことを、やっぱり重んじていましたし、まあ今もね、えー、こちらの界隈ではやっぱそういうふうになってるんですね。で、その宿命、宿された命を知るために、えー、それが例えば1月の28日が良い流れとするんだったら、皆さんどうします僕は1月28日に出産すると思います。っていうふうに、帝王が、 その日にち、宿された命をいいような日にちで産むのを帝王切開って言って、そのいい日に産むようにしたわけなんですよ。わかりますかだから帝王切開って言うんです。で、その日にちですね。まあ僕も、僕も、えー、僕は通常分娩で実際生まれたので、えー、この日を狙って生まれたっていうふうなわけではないですけど、僕の1月30日にはこういうふうな日にちがあって、こういうふうな思いがあって、 こういうふうな形になってるんですっていうことは実際出てるわけです。ちなみに、えっ、ー、と、僕の分は、えー、出しませんけど、えー、例えばこの方であるとするなら、まあ、まあ、この方、あれは生年月日違いますけど、僕がこれ、これがね、1973年1月30日みたいな、こんな感じにこうなるわけですね。で、 この、えっと、30日っていうのが50%を実際占めて、えー、1月っていうのが25%占めて、1973年っていうのが25%占めてと。まあ、こういうふうにこうなるわけです。皆さんね、あの、思いません例えばプロ野球でも松坂世代ってあるじゃないですか。松坂世代の人たちって、まあ、今でもね、えー、っと、ソフトバンクの和田投手は、えー、っと、まだ現役を実際続けていますけども、 まあそういうふうに、あの、同じ松坂世代の方々の年代の人たち、やっぱりスポーツに長けてたりとかするんです。芸術に長けてる世代もあったりとか、体が強い世代もあったり、体が弱い世代もあったり、まあいろんな、なんでこうなるのかっていうことが、やっぱりわかるのが、これが宿命鑑定になるんですよね。ということです。宿命鑑定のこと、ちょっとお分かりいただいたでしょうか。まあそんな感じで、一旦 CM に入ろうと思います。 ではババイバイなかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへそれは深層筋の強いこりが原因かもしれません北京道首里移住治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります本気で治したいとお考えの方北京道へぜひご相談くださいメメ痛いけど超キックファミリーシーサーウェディングシーサー新築誕生日退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。白ミ水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーサで検索働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに、時間と成果、最大化の支援を提供しています。 忙しさを手放して収入を維持したい方ハートブリッジ桜井にご相談ください「スポットライトが行動に当たるならそれぞれの使命を果たすとださアクティングコーポレートソング「スポットライト」by ローカルコネクト眠りの浅い方眠りぐさ本舗にお任せください。 沖縄伝統野菜、クワンソウ。クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て、翌日すっきり目が覚める。詳しくは、泣き人眠り草本舗で検索。えー、さあ、えー、皆さん、こんばんは。さあ、そしてですね、続き行きましょう。さあ、宿命鑑定っていうのをね、お話しさせてもらいました。ね、帝王学っていうのは実際何ぞやと。って言って帝王が、 えー、国を滅ばさないために学ぶものが帝王学なんですよと。で、そして、その生まれてきた宿された命っていうふうなことは、えー、その人によってこう実際やっぱりこう変わるわけですね。で、そして、で、その日、例えばいい日に生まれた方がやっぱりいいじゃないですか。やっぱり宿命で宿された命なんでね。その、えっ、ー、と、いい日に生まれた方がいいので、その日を選んで、えっ、ー、と、子供を産むと。っていうのが帝王切開っていうふうにこうやって言われたものなんですね。だから、いい時に、 いい将軍がいい流れを持って生みましょうと。っていうようなことを生みましょうと生まれましょうと。っていうことからね、始まったのが帝王切開なんですけど、まあ、こんなこう流れがあるわけです。でそして、あのー、まあ、皆さんね、さっき動物占いとかの実際話もしましたけど、あの、まあ、言ったら、あなたが今年どんな一年を過ごすのか、あなたが来年どんな一年を過ごすのかっていうことが、事前にこういう風なことがありそうだっていうふうに言うんだったら気をつけません 例えばですよ。来年、えー、誰さんと、あの、お酒飲みすぎなんで、お酒飲みすぎですから、お酒ちょっと控えてくださいと。って言われたら、なんで言って、嫌だって言うと思うんですよ。けど来年、えー、誰さんも肝臓を、このままだったらもう肝臓をやらかして手術することになりますと。っていうふうに、もう言われたんですよ。もうなるかもしれない。も、ま、う、あ、なりますと。っていうふうに言われたらどうします多分、お酒を飲むのちょっと控えようかなと思うんですよ。 でもっとわかりやすく言うと、例えば僕今中にいますけど、1月の30日に大阪駅の、梅田、大阪駅の新幹線のホームにいたら、例えば後ろから押されて死にますよって言われたとしましょうか。仮に。仮にね。だったらあなたは行きますかその新幹線のホームに。僕は行かないです。だって、もし万が一さ、後ろからこうやってドンと押されてって言うんだったとしたら、あのー、 で、死んじゃうかもしれない。と思ったら、わざわざ行かないでしょ。ね。で、僕がこう思ってるのは、まあ、よく占いが当たるとか当たらないとかって、よく言ったりとかしますけど、僕あのタロット占いとかは、右脳の占いだと思ってるんですけど、まあ、こういう歌、こういう、こ,ううこうのような宿命鑑定とかって、こういうことに関してっていうのは、これはもうね、統計学の学問にやっぱりなるんですよ。で、学問になるので、あの、まあ、もちろん統計があるんですね、こういうのね。 統計がある中で何を、んともやった方が良いか、何が強いのか、こういうことが弱いのか、っていうことを実際分かってたら、そういうふうなやり方をしませんか僕はします。例えば、一人でビジネスやった方がうまくいくよと、って言われてれば、一人でやった方が良くないですかもしくは例えば、えっと、自分が先頭になって引っ張っていくような、 えー、そういうやり方をした方がいいよって言われたら、自分が先頭になって引っ張っていくと思います。逆に言うと、自分が先頭になって引っ張っていったら、ちょっとその組織絶対うまくいかないから、みんなを使ってこういうふうにやってみたらどうですかこっちの方があなた得意だよって言われたら、得意な方をやってみるかもしんないですね。そういうふうに、宿命鑑定とか、帝王学っていうのは、あなたの強みとか、その年の流れ、 一年、まあ、生まれてから死ぬまでの、えっ、ー、と、年、大運です。大運。大きな運ね。でそして、えっ、ー、と、各年、2022年、2023年、2024年とかの各年の、うんと、年運。これは実際知って、えー、ビジネスは、えー、いつ始めた方がいいのか、えー、こういうことをやらない方がいいのか、そんなことっていうことを知った上で行動した方がいいんじゃないですかと。で、それを知ってたら、いいよねと。 っていうのが宿命鑑定でございます。そういうことなんです。じゃあこれ今2月の4日、来年からね、えっ、ー、と、まあ、元旦、1月の1日からスタートに日本がするのは、これ太陽暦っていうのを実際使ってるんですけど、まあ、えっ、ー、と、日本の古来からね、2600年前から、太陰太陽暦っていうふうなことを使ってました。その太陰太陽暦っていうのは1860何菓しぐらいの時に、えっ、ー、と、欧米列挙ね、が、えー、太陽暦、1月1日を元旦にすると。 っていうようなことをやってたので、じゃあ、日本も乗りますかみたいな感じで入ったと思うんです。で、旧、え、暦、ー、旧暦っていうふなのが、あれ旧暦ではなく、あの、まあ、旧暦ですよね。あの、旧、昔使ってた小読みなので、だから旧暦って言いますけど、けど、中国ではね、2月の4日まだスタートしてますし、まあ日本でも、まあ僕たちの界隈では2月の4日スタートと、っていうふうに思ってます。なので、例えば、うーん 何て言うんですかね。えー、っと、まあ、僕の場合は、元旦の日に、あ、ハッピーニューイヤーイエーイって、明けましておめでとうございますとかしますよ、家族で。したりはしますけど、けどあんまりね、そこに対しておめでとうっていうような感じっていうのはあんまりないですかね。で、逆に2月の4日からビジネスのスタートとか、えー、流れのスタートとか、全部そういうふうに考えて動いていったりとかしてます。 なので、あのー、まあ、僕ももちろん自分のね、宿命っていうのは実際見てますし、えー、こううまくいかないだろうなとか、こんな流れがあるだろうなって実際見てます。で、そして、うんと、まあ、動物占いっていうのは、これはね、あのー、あくまでも、まあ、あるところを用いていたりするわけです。例えば、これだったら、この方だったらね、 ま、この56って書いてるんです。この56とあと他の他の下に57って書いてますね。あともう一個、ここに55、ここ叩いてますね。55ってこういうふうにあるんです。で、この56っていうのを見て、ここの、まあ、これがね、例えばこれ1900、例えばでしょ ?1973 年としましょう。これね、これが。で、1月としましょう。で、これが30日としましょう。で、僕は1973年1月30日っていうのは落ち着きのない猿。 3番で落ち着きのないサルなんです。で、例えばだから見せますね。こういう感じなんです。はい。落ち着きのないサル。ね。で、今のところの57番、56番のところだけ引っ張って、えっ、ー、と、出している。っていうのが動物占いなんです。簡単に言うと。例えば、これですね。56番、気取らない黒表ですね。黒表さん、黒表さん、黒表さん、これですね。おい。 これ今の人は、ここを取って気取らない黒表って、こう実際言ってるわけです。でも、じゃあ、じゃあ、じゃあ、いや、ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあ、こっちの57は何ですかと。入れてないんですかと。55は入れてないんですかとか。って、こうなるじゃないですか。そういう風になったりすると、じゃあ、56だけ見るんですかみたいな。ってなったりするので、ちょっと辻褄が合わないんですね。いろいろ。で合わなくなったりするから、 だから、ちゃんと動物占いだけじゃなくて、まあ、個性心理学だけじゃなくて、あの、まあ、えっ、ー、と、死中睡眠。死中睡眠の、うーん、まあまあね、死中睡眠の、えー、ことを分かりやすく伝えるようにしたのが動物占いです。で、だから、動物占いに関しては一旦しか実際使ってないんですよね。じゃそれを動物占いだけで知ってるっていうようなことではなく、じゃあ、もっと、 えと、学んでいくと、引用語行になったり、情報三名学っていうことになったりとか、で、そして、帝王学ってなるわけです。で、この宿命を、えー、皆さんこう勘違いしてほしくないですけど、宿命が悪かったらもう全部私の人生終わりですかっていうわけではないです。宿命が悪かったとしても、どういう環境で育っていくかによってもちろん変わります。 だから、僕がこう学ばさせていただいているところの帝王学に関して言うと、宿命プラス、環境。カッコ。かける?カッコで。カッコ開く。宿命プラス環境。カッコ閉じる。ね。で、かけることのあり方です。あり方。イコール運命になりますよっていうふうにこう言われてます。なので、 あの、まあ、どういうふうに考えるのかというと、宿命が全てではないと。例えば、あの、癌になりますよと。えー、体調部、体調壊しますよと。っていうふうに言われているとするじゃないですか。言われていたとしたらどうします酒やめますね。タバコやめますね。で、えっ、ー、と、和食中心の精進料理みたいな体に負荷をかけないような食べ物になりますね。そういうふうにすることによって、あなたの宿命じゃなかった運命は変わるんですよ。で、 いうふうに学んだら自分がプラスになっていくと思いませんでそして、例えばですよ。逆に宿命でめちゃくちゃいい運を持っていると。もうトップになっていくと。会社どんどん引っ張っていって総理大臣にもなると仮にしましょうか。仮にそうだったとした人が、うん、あり方の話です。おい、お前ふざけんなよいとか、お前なんかふざけんなあとかっていううに言ったりとかするじゃないですか。例えば、今も問題いろいろありますよね。市長さんが。 知事さんが、えっ、ー、と、権力を振りかざして、言い方がパワフル、パワハラとか、そんなのを使って、えっ、ー、と、政治を実際やってったりするような。大体ね、えっ、ー、と、何、いろいろドライブレコードで撮られたりとか、えー、そういうふうにして、こう結構バレたりするじゃないですか。かどんなあり方をするのかって、これまた大事なわけですよ。ね、例えば権力使って、金とか、えー、を、 例えば政治献金だ、云んだとかでやったりとかするよくないでしょっていうこととかっていうのもマイナスになっていったりとかするわけです。だから、どういうふうなあり方がっていうのはこう大事なんです。イコールそれが運命に変わるよと。そんな感じになるわけですね。ということなので、あの、まあ、結果じゃああり方やんけって話を実際言われるかもしれませんけど、この、えっ、ー、と、宿命のね、えっ、ー、と、あなたが持って生まれた、宿して生まれた、宿された命っていうのは、 えー、何なのかっていうことをこの宿命鑑定を皆さんこうやって知っていただいて、えー、そして来年からいい流れをね、お迎えになられたらいいんじゃないかなとっていうふうに思っております。実際インスタライブの皆さん、これね、えー、ラジオを今実際撮ってます。私のあなたの一歩ラジオっていうふうなことを FM 義ノワンさんで、えー、させていただいてるんですけど、今この収録とインスタライブと合わせてお話をさせていただいております。えー、ということで、 まあ、このじゃ宿命鑑定、散々ね、あのー、なんだなんだと、お前できる自慢かと、っていうふうなことを言われ、思われてるらっしゃるかもしれませんけど、もちろん、宿命鑑定、士の資格を持ってますので、えー、勉強しました。僕も7年かな ?8 年か。勉強しました。もちろん、まだね、えー、足らないところも実際ありますけど、まあ、いろんなことをわかりやすく、様々な角度からお伝えさせていただくことっていうのは、実際僕はできるんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、まあ、今年12月、 中はね、まだ1月になったら金額が上がるっていうことが、まあうちのその教会の方で、あのー、ね、確定したので、あのー、一本前教会のその理事会の中でね、これ上げましょうと。一生もんだし、えー、逆に金額の大小じゃ、まあ工程じゃ実際ないですけど、もっとね、自分のことを知って、しっかり知ってる人たちに来てもらいたいと。まあそんなこともあって、1月から金額上がります。今はですね、29,800円で、えっ、ー、と実際してます。そして宿命鑑定を。 えー、お送りさせていただいて、そして私と一緒にフィードバック、90分のフィードバックを実際つけてますので、しっかりね、そこで僕からフィードバックをしていただいて、来年こうなるよっていうのことをね、学んでいただいたらいいんじゃないかなと思います。学ぶ知っていただくっていうことですね、気づいていただいたら。ということで、皆さん今日はありがとうございました。えっ、ー、と、あなたの一歩、ラジオ、この時間はですね、えっ、ー、と、リスナーの皆さんが一歩踏み出すね、勇気を実際持って、いろんな経営者でも実際苦労してると、 っていうふうなことを皆さんが感じていただいて、さあ頑張っていこうとっていうふうに思っていただくっていうのが、これがあなたの一歩ラジオの時間でございます。えー、今日はですね、いつもゲストをお呼びしてお話しさせていただくんですけど、来年に向けて宿命鑑定っていうふうなことをね、皆さんに大事ですよとっていうことをお伝えさせていただきました。 えー、はい。えっ、ー、と、YouTube のチャンネルも、これね、そろそろですね、え、年内には、えー、あなたの一歩ラジオの YouTube を開設いたしますので、えー、毎週一回日曜日に1時間素敵なゲストをお迎えしてお話をさせていただいたりしてますので、ぜひ皆さんそちらの方も、えっ、ー、と、インスタライブの皆さんはね、そちらの方もご覧いただければと思います。そのうち、えー、もうちょっとしたら、えっ、ー、と、YouTube の、えー、YouTube のチャンネル作ります。 ということで、そしてあなたの一歩ラジオを聞いていただいているリスナーの皆さん、えっ、ー、と、申し込みはですね、宿命官邸を申し込みされたいっていう方はですね、あのコメントで申し込みしたいというふうに言っていただければいいですし、インスタライブをご覧の方に関してはですね、えっ、ー、と、申し込みたいとかって話聞きたいとかともっと中身詳しく教えてっていうふうに言っていただいたらできますので、ぜひご覧ください。ということで、皆さん今日もご覧いただきまして、これラジオは閉めますけど、 YouTube はじゃかったインスタライブ閉めないんでね。ちょっとそっち残っていてくださいね。はい。ということで、えっ、ー、と、皆さんありがとうございました。ではまた来週。バイバーイ。